では15秒前です。スタブナインのナインドラジオ、皆さんこんばんは。沖縄県内で音楽活動をしている男女3人のユニットスタブナインが毎週水曜にお届けするワンダフルな番組ナインドラジオ、これからの55分間皆さんどうぞお楽しみください。パーソナリティを務めるのはボーカルナナミと誠でございます。でネパーマ副会長ホマレです。イエーイ、イエーイ、イエーイ。今週も始まりました。始まりましたね。今回は11回目ですか。11回目、イレブンです。あれじゃない、前回10回目みたいなやらなかったんじゃない。やらなかった。あ、じゃあ12回目、わかんなくなっちゃった。後で数えようかな、うん、じゃあまあまあまあ、でももう2桁ですよね、うん、大台ですね。大台。またちょっと外も涼しくなってきましたね。本当ですね。今日ちょっと寒かったですね。だからよね、なんかそう言ってから俺半袖だね、一人だけ、ね、やばいね、夏だね。いつまでだって、いいぐらいの、いいぐらいの気温です。24度ぐらい、うん、今日、うん、寒いね。たまにね、うん、俺ぐらいになるとやっぱ寒いっす、うん、俺ぐらいの服装だと。そうですね、うん、しかもちょっとなんか通気性が良さそう。いいね、うん、だいぶいい感じです。はい、今日は これはサプライズで、後で開けて。今日はね、ビッグゲスト来ております。そうです、大物が。はい、はい。それでは今日のトークテーマは最近手に入れたもの、皆さんの最近手に入れたものは何ですか。まあ、何でもこうずっと欲しかった家電製品とか、うん、まあ、新しく買ったこう時計だったり、うん、靴、洋服とか、まあ、いろんな何でもいいです。本当に例えば、まあ、素敵な恋人を手に入れたとか。あ、なるほど、ね、人でもいいんだね。物じゃなくてね。物じゃなくて、はい、何でもいいですよ。人の優しさに触れたとかね、うん、いいね。これ初めて使ったよ。それ使うんだ、それ。いいですね、これ。今日いいアイテム、ちょっと今日はいいアイテム ね、はい、手に入れましたね、はい、これでホマレをバッサリ切っていきたいと思います。いいですよ、いいですよ。いいですね。それでは、まあ、最近ハマっている、あ、ごめんなさい、最近手に入れたもの、手に入れたもの、はいはいはい、はい、の、メッセージなどを、送ってください、はい。番組へのメールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 ユーストリーム、ツイキャス、サイマル放送でもお聞きいただけます。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。番組を聞きながらのメッセージもまだまだお待ちしております。スタブナイン、ナインドーレディオ、この番組はサードウェーブの提供でお届けいたします。どうしよう、 BGM 何でしょうか。今日は、あれ、ホマレのコーナーで紹介する。そうです。ああ、そうなんです。どうですか。え、面白いね。いつもと違うから変な感じ。メッセージが見ます。メッセージはね、これ終わって、フリートークでね、はい、では10秒前です。スタブナイン、ナインドーレディオ、はい、今日
楽しみですね。そうですね、はい、今日はね、ちょっとあれですよね、前々回に、うん、イシャドウさくらちゃんっていうね、あ、そうですね、シンガーの、はい、女の子がね、パワフルシンガー、そうそう、うんうん、パワフルシンガー、僕休みの時に、うん、来てくれて、来てくれたんだよね、はい、で、それに引き続き、はい、まあ、さくらちゃん以上の大物がね今日来てますんですよ、はい、今日来てるんで、はい、もう皆さんちょっと楽しみにしていただきたいんですけど、はいはい、とね、スペシャルゲストね、スペシャルゲスト、またスペシャルゲストはね、コーナーでまた紹介していきたいんで、うん、まだチャンネルはね、そのままにしていただきたい、そのままで、次のコーナーでしか紹介できない、できない、うん、そうですね、うん、これ分かる人にしか分からないね、これね、ぴったりのコーナーがね、後で待ってますから、はい、それをちょっと楽しみにしていただきたいと思うんですけども、はい、僕たちね、あれなんですよね、実は前回の放送の後にこの後の後番組のフリムーンラジオさんにゲスト出演させてもらったんですけど、いやすごかったですね、いやね、すごいね、こうキャラが濃かったなと思いますね、一人一人の、僕らスタブナインのラジオも結構ね、自由にやってて、これ本当にいいのかなと思ってたんですけど、次の出演した時に、あ、全然俺たちまともだなって思っちゃう。いやいや、失礼でしょ。あ、そうだった、そうだった。失礼でしょ。いや、失礼、あ、そうです。まともって。まともじゃないです。言い方が悪い。いやいや、すごい刺激的な番組でした、ね、すごいよね。すごかった。ね、やっぱりね、さっき誉れも言ったけど、うん、一人一人の個性が、あ、すごいよね。半端ないよね。うん、すごかった。半端ないし、うん、やはり皆さんの、なんていうのかな、適応能力とか、その頭の回転の速さ。うん、こうツッコミの速さとか、うんうん、もう鋭い、なんかこういうワード突っ込んでくるとか、ね、とっても勉強になりましたね。そうですね、浦添のノーリーさんからね、今メッセージ来て聞きましたよって、ありがとうございます。そしてひふみさんもお疲れごっくんちょと、お疲れごっくんちょ、ごっくんちょ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、まあ、いろいろやったんですけど、うん、で実はフリムーンラジオさんは、はいはい、ここだけじゃなくて、うん、沖縄のこのギノワン、うん、FM ギノワンのうんうん、スタジオだけじゃなくて、うん、名古屋も途中でこうね、こう入ってくるんですよ、ね、名古屋チームがこう中継でこう話の中に入ってくるんですよね、うん、なんかなんていうのあれ、中継、中継だよね、はい、そうそうそう、でその名古屋の、うん、よいしょ、チームの方から実は今メッセージが、わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム名古屋のダンサーズさん、お、誠さん、誉さん、ななみそしてテンパー同好会の皆様、おつ、イエイ、おつ、おつ、先週は教育バラエティ番組への出演ありがとうございます。教育バラエティなんだ、あれ教育バラエティなんでしょうね。また、テンパートークで盛り上がればと思います、はい、今日は期待しててください、はい、最近買ったものですが、リンゴのマークのスマホですね、本体のお値段が高いのですが思い切って買っちゃいました、うん、ボーナスはこれで吹っ飛びましたよ、かっこ笑いと、ということで、皆様は最近スマホ買えましたかっていうことなんですけども、あれなんかぴったりな人がいるんじゃないですか、はいはいはい、そうなんです、僕ですね、うん、僕もリンゴマークの一番高いやつ買っちゃいました、うん、あら、 iPhone12 12じゃない、そんなのあるんですか、じゃない、10、中国製のやつじゃなくて10、やっぱ僕はテンパーだから、やっぱ10をね、あ、意識してるんかもしれないですね、なるほどなるほど、はいはい、見えてますか、ツイキャス見てる方、 X すごい、これですね、やっぱりすごいのが、うん、やっぱ 全画面液晶になってるんですよ、ちょっと見せてあげて、ちょっとなんか分かりますか、こう見えるかな、ツイキャスボタンがないんだよね、ホームボタンがないんです、見えるかな、あ、Siri が起動した、ごめんなさい、そもそもこれラジオ番組なんですよ、うんうんうん、そうですね、結構ねえねえ一応ね、そう、一応カメラあるんだけど、はい、そもそもラジオ番組なんで、そうそう、ね、そう、画面がね、すごく先から先まで全部画面なってて、有機 EL ディスプレイ、はいはいはい、でめちゃくちゃ画質綺麗なんですよ、うん、でなんといってもすごいのが、うん、指紋認証をしない代わりに顔認証っていうのがあるんですよ、はい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 、顔をですね、こうぐるーっと一周回って、うん、セットするとここに赤外線センサーがあって、あ、なんと100万人分の1ぐらいの確率で認証してくれると、100万分の 1? そう、だから100万人に人の人がやってもこれは解除できないみたいな、へー、100万分の1っていうことでアップルは歌ってるらしいです、へー、じゃあ全然俺の顔認証してくれねみたいなのもいるってことでね、いる、100万人
のうちの一人っていう。まあ最初に登録すれば大体だ大丈夫なんだけど、うん、まああのすごいのがこの夜中ベッドの中にいても、うん、暗闇の中でも認証するんですよ。へー、あ、顔赤外線だから。あっていうので賢いあったりですね。で皆さんなかなか知られてないんですが、うん、実は iPhone X、うん、スピーカーもめちゃくちゃショートになってて、へー、なんか動画とか YouTube とか再生するじゃないですか、はい、その時にめちゃくちゃ音がリアルになってるんですよ、うん、そしてちょっと僕は気づいたんですけど、うん、ステレオスピーカーになってるんですよこれ。へー、あのこの普通 iPhone って下からスピーカーでしょ、はいはいはい、下だけのスピーカー、はい、だけどあの耳に当てるところもスピーカーがあるんですよ。すごい。だから横にしてみたら本当にリアルにステレオでサラウンド感が出るっていう。だからめちゃくちゃね、音も良くなってて、うん、画質も綺麗で、はいはいはい、あとあのホームボタンがないんでちょっと慣れとか必要なんですけど、はいはいはい、でもですねちょっと僕的に思っているのが不便だなって思うのが、うん、逆に顔認証が実は不便っていうのを、まあ、なんで2週間経っていろいろ思ってきたんですけど、ああまずマスクしてたら NG なんですよ。ああ、それはそうだよね、顔認証なんだから。最近ヒカキンさん、うん、YouTuber のヒカキンさんが、うん、iPhone X にして、うん、10日後に8に戻したそうです。あら、マスクで、そうなんだ。そう、上等だけどマスク取ればいいじゃん。マスク取ればいいんだけど多分ね、あの人すごく有名だから、うん、常にマスクをして移動してるわけですよ、うん、そういう人からしたらちょっと不便みたい。あ、なるほどね。そう、なるほどね。だけど、うん、僕まあ、メガネは OK なの？メガネは全然 OK、サングラスも全然 OK、で僕もやっぱやるんだけどカンナジ顔に向けないといけないんです。そりゃ顔認証だから。そうそうそうそりゃそうだよ。そうそうそう、だからその、うん、今まではこう手でやりながらピッてこう、うん、顔の方に持ってくるときには解除になってたけど、うんうん、あ、指は全然ダメなの？指は全然ダメ、もう。あ、そういうこと。あのね、一回こう押して顔を一回向けたら認証みたいな、ロック解除みたいな感じだから今ね、やっぱり顔認証今出たばっかりだから、はいはいはい、もしかしたらもう少しね、あのマスクしてでも大丈夫な機能とか、うん、そういったのが出てきたらもしかしたらいいかもしれないです。なるほど、ね、でもその他の機能はめちゃくちゃいいです、うん、なのでぜひですね皆さんも10にしていただけたらなと、うん、今日のテーマ iPhone なの？いや、めちゃくちゃいいですから、ね、はい。まあ、Apple といえば私も最近っていうか2ヶ月前かな、うん、あのパソコンを買いまして。ああ、 Mac ね。ああ、そうだよね、アップルだね。アップルつながりだ。はい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 。お、買いました、アップルの Air、 うん、Air を買って、 MacBook Air ね、うん、あ、そうですそうです、はいはい、MacBook Air をちょっと購入しまして。めちゃくちゃ薄いやつだ、うん、薄いやつで、また軽くて、軽いのであの持ち運びも便利なので、うん、いつもなんかこうカフェ、一人でカフェ行ったりとかするんですけど、カフェとかなんかマック行ったりとかするんですけど、うん、その時になんか持ってマック開くんだ。そうです。おお、なるほどね。続けて続けて。そう、なんかパソコンでなんか調べ物をする時とかは、はい、なんかこうマックで調べたり、マックで、うん、マックで、うん、マックを調べる、うん、マックを調べる、意味わからない。マックで違う、マックで、マックもうなんか分からなくなった。マックを開いて、うん、そう調べる、うん、調べ物をされするんですけど、うん、あのすごいなんかこう携帯よりも全然なんかこのノートパソコンの方が早いなって思います。うん、すごい状態。まあインターネットをね、で画面も大きいし、いろんな情報をたくさん見れますから、うん、そうね。そう。すごいよね、マックは。マックか？マック、はい。マックはいいよね。マコさんはなんか。俺ね、あの最近車買いましてね。ああ、おついに。ついに。何買ったんですか？ノア、トヨタの、はいはい、あのね、しばらく車なし生活だったんですよ僕。自転車ですよね。自転車とか、うん、あのリハーサルの時はナーナーに拾ってもらったりしてから、はいはい、もう車なし生活してたわけ。車検が切れたんだよね。そうそう、もう車検、違う、車検がもう切れるから知り合いに譲って、うん、でまあ1ヶ月ぐらいはいけるかと思ったんだけど、うん、結局ね、3ヶ月ぐらい車なし生活しまして。結構きついですね。結構ね、車社会ね、沖縄そうなんで、うん、でも買いました。
やっと。やっと。今日は。今日はね、違う車で来ました。ああ、そうなんですね。それじゃないんだけど。なるほど。うん、でもね、あの快適です。しかもあれじゃないですか。うん、HD。HD。あ、ごめんなさい。ハイブリッド。ああ、HV だね。HV だ。そうだね。あなた車屋さんだったよ、ね。それ売ってた人よね。そうですそうです。もう全然ド忘れ。はい、ハイブリッド、ノアのハイブリッドですかね。そうそうそうですよ、静か、めっちゃいいでしょ、うん、あれで名古屋行っても全然疲れないんですよあれね、下手したらね人引くよ、静かすぎて、静かすぎて分かんないのよ、後ろあの道とか歩いてるでしょ人が、うん、で後ろからゆっくり行ったらもう全然気づかれないから、うん、この人ちょっと、ま、真ん中とかに来ちゃうわけよ、あ、怖い、道の。だからプリウスがさ最初出た時期って、うん、ハイブリッドでしょ、めちゃくちゃ静かだからタイヤの音ぐらいしか聞こえないんですよ、うん、だからもうトヨタはなんか危ないって言って、実は歩行者でも分かる音をかすかに出してるんですよ今のモデル。そうなんだ。あえてね、ちょっとなんか UFO が動く音キーキーキーってならないですか。あ、はい、なるなるなるでしょ、あれはわざと音出してるんです。なんかさ、たださ、あので、なんていうの、ほら電源っていうの、ほら、うん、エンジンつけて、はいはい、ただしばらくしててもカチッ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 って言うわけ。言うね。なんだろうね。すごいすごい。何をやってんだろうね。あれね、ハイブリッドシステムの中の、うん、あの液体とかがそういう音を出してたり、カチカチカリカリカリとかってね、なったりするけど、あれは異常ではないですから。そうなんだ。安心して乗っていただいて。中になんか生き物がいるみたいな音がするんですよ。猫とかね、うん。いそうだよね。いそう。本当。なんかお隣に販売員がいるみたいな。あの人売ってたんですよ、しばらく前でね。いやいや、もうめちゃくちゃもうね、ハイブリッド素晴らしいから。うん、でも今からハイブリッドの時代から。もう電気自動車に行くじゃないですか、うん、電気自動車の先分かりますか。水、水素です。あ、そういう水ではないですね。水素です。惜しい、うん、だから水素自動車って今で、まあ、いわゆる燃料電池カーってあるじゃないですか、あれって水素でエネルギー作って排出ガスがお水なんですよ、うん、だからめちゃくちゃクリーンエネルギー、うん、で今トヨタを世界に売り出そうっていうことで、うん、東京オリンピックに向けて東京オリンピックの選手村に全部水素カーを全部並べて、うん、水素バスとかを用意して、うん、なんか選手を送迎とかするらしいですよ。すごい、うん、ハイテク。だからあと10年後ぐらいね、もしかしたらもうガソリンはなくなってるかもしれないですよ、うんうん、ね。でもガソリンなくなった方がいいって言いません、あれなんでですか。あ、わかんないですけど、 なんですっけ、排気ガス出すんだ。そうそうそう、排気ガスやるからガソリンね、うん、やっぱ地球に悪いからって言って、はい、やっぱ電気自動車とか、はい、水素ガス、ね、にした方がクリーンで、はい、やっぱ地球温暖化につながるんじゃないかっていう、はい、そういう車の話でしたね、はい、俺たちなんかバカみたいだな。なんだ、何の話してるんだ。もうどんどん話が逸れてくるからね、うんうん、もう次行きましょうか。次行きましょう。曲聴いてもらいましょう。そうですね、一応僕たちミュージシャンなんで、はい、曲を聴いてもらいましょう。はい、それではここで私たちのサブナインの曲を聴いてもらいましょう、私たちのこのミニアルバムのドリーマーの中から、ナットチェンジ B という曲を聴いてもらいます。それでは聴いてください。ナットチェンジ B。Back
き進め。はい、ありがとうございます。私たちスタブ9の、ミニアルバムドリーマーの中から、ナットチェンジ B を聴いてもらいました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これはどんな曲ですか？はい、これは私が初めて作詞した曲になるんですけど、うん、この曲を書いたのはちょうど結成する前、あ、違う、結成 してからですね、うん、結成すぐだよね。はい、うん、でまあ、その当時私はこう、まあ、いろんな、なんていうんですかね、まあ、新しいことを始めることに対してはすごく、まあ、ワクワクもあったんですけど、それと同時にやっぱりこうちょっと未知の世界っていうか、まあ、自分がやったことないことを今からしていくんだとか、なんかいろいろ、まあ、不安だったり、なんかこうやりたかったことだけどやっぱり現実ちょっとの、まあ、不安だったり、まあ、なんだろう、なんて言うんだろう、ちょっとまあ、自分で大丈夫なのかなとかそういうのがあったんですけど、まあ、それをまあ踏まえてというか、この歌詞はこう、まあ、自分に向けて、まあ、エールを送った、まあ、歌詞になってるんですけど、まあ、こだわった部分っていうか、サビの部分はこうストレートな、本当に負けるなどんな時もっていう、なんていうんだろう、シンプルな言葉を使って書きました。で今でもこの曲を聴くとその時のこうなんていうんですか、初心に戻るじゃないですけど、うん、なんかそういう気持ちに戻ったりもしますし、なんか実際この曲を聴いて自分もなんかやっぱりもっと頑張ろうとか、うん、なんかこう励まされ、自分で書いたんですけど、なんかちょっとまあ自分でもこう励まされた曲でもありますし、なんか最近はですね、ちょっとこう友達にもなんかこの曲いいねって言ってくれる人が、すごい、そう、何人か言ってくれて、なんかすごいなんか嬉しいですね、最近、うんうん、なんか書いてよかったなと思って、うんうん、そうなんです。すごいね、いい話をしてるんだけど、はい、マイクのね、この、うん、棒がね、ずっとホマレの鼻にくっついてるみたいに見えるんですよ。本当だ。鼻からね、マイクがベアーって出てるみたいにこう見えるんですよ。はい、天才的だよね、こういうところは本当に。この前もですよね。ナナが真面目に喋って長ければ長いほどこれが振りになるっていうね。全然意識してなかったけど。ほらね、ほら、うん、鼻から棒が出てる。棒が出てるね、ごめんな、ナナ。すごい。こんないい話してるのに鼻だけに。え、鼻だけ、何だけに、何だけに、何に分かってたの鼻は今。そんないい話をしていたのに。なあ、話の鼻、鼻ね、あ、コートだね。失礼しました。じゃあごめんなさい。それについても次のコーナーでナーナにもうちょっと話してもらいましょう。はい、はい、ありがとうございます。次のコーナーはちょっとね、大好評の誉さんのコーナーはちょっとね、後々ということで、はい、いつもだとここでね、ほまれのコーナーに行くんだけど、はい、ちょっと今日は変えましょう。今日は、はい、はい、そうなんです、私のななみのトークトゥーマイセルフをお願いします。ななみのトークトゥーマイセルフ。はい、皆さん改めましてこんばんは、サブ内のななみ、ボーカルのななみがお届けする、Talk to Myself は私が日々日常で感じたこと、思ったことや、またこうリスナーさんになんかこれいいよって思ったものなどを、まあ、おすすめするというミニコーナーになっています。最後までお付き合いください。今日はですね、私がこう最近、最近じゃないな、1年前ぐらいかな、1年前にちょっと手に取った本があって、
この私は私っていう本があるんですけど、この本はこの、まあ、ココシャネルっていうこの、まあ、フランスの有名な女性ファッションデザイナーのココシャネルという方の、まあ、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、こうココシャネルの話ストーリーを書いてるこう本の本なんですけど、これを、1年前になんかこの私は私っていうこのタイトルにすごくなんか目が入って、あ、なんかこれいいなと思って、なんか直感でこう手に取ったんですけど、まあ、読み進めているとすごく面白くて、で、なんだろう、私なんか今までずっとなんかこう、なんか今こう存在している人たち、こうなんていうの、アーティストだったり、女優だったり、まあ、身内にいる人たちをなんか、まあ、あ、この人すごいなとかって思ってたんですけど、でもなんかこうこの本を読んで、なんか亡くなった方、まあ、もうずいぶん前に亡くなられた方だけど、なんかこうココシャネルをすごくなんかあの尊敬するっていう方って結構多いじゃないですか。でなんかその本に書かれている内容がもう本当になんかあの、まあ、仕事に対してすごくストイックな人で、で、まあ、新しいこうファッションを切り開いた、まあ、方、女性で、まあ、なんか私がなんかすごくこう理想のなんていうんですか、こうキャリアウーマンみたいな人がすごい好きで、もう本当に理想だなと思って、本当に今はなんかこう生きていられるならもうぜひともお会いしてみたいっていう方なんですけど、で、そうなんです。で、まあ私がこうなんかいいなって思ったのが、こうなんていうんですか、亡くなって結構経つんですけど、でも今でもこの彼女がこうココシャネルがこう話したこう言葉だったりっていうのは今でもこう、まあ、なんていうんですか、残っていたりして、でそのなんていうんだろう、本当になんかこう、なんかこの言葉に勇気づけられましたとかっていう人とかもやっぱ中にはいるから、なんか私もこういう風に なっていきたいなって思った、そのたくさんいる中のそのうちの一人